ついてるんですけれども、はい、ビフォーのカラーの状態と、うん、あとその後カラーレシピだったり塗り方っていうのを教えてください。はい、お客様です。ビフォアは、1ヶ月半前の、暖色系のカラーが色落ちして、で、10レベルの、暖色系のナチュラルベージュ的な色になっていまして、で毛先の方は、退色なんだろうダメージもあって、さらに退色して11レベルくらいのビフォアでした。でそれに対して基本暖色系が似合うので、暖色系の中でも全体のベースはピンクベージュ、はい、ツヤが出つつでも彩度高めにしているので色味でちょっとこう個性が出るような感じ染めまして、あとはインナーですね、あのサイドのアウトライン2センチくらいと、バックのそこからつながってね、バックのアウトライン2センチくらいを、インナーに関しては、ライトナーを使用して16レベル程度の色で言うとピンクベージュにしたかったんですけど、やっぱりピンクを入れるためにはブリーチを使った方が綺麗だったりするので、負担を考えてライトナーにピンクを少し混ぜて、イメージ的には、コーラルベージュ、明度を取るためにコーラルベージュというあの何だろう範囲で、明度は16、うん、